はい、また一冊の本をご紹介いたします。今日は伊勢隆一郎さんの、人は感情で物を買うという本ですね。で、ネットの向こう側にいる見えない相手の感情を見抜く方法、メルマガ、ブログ、フェイスブック、ホームページ、セールスレター、新規開拓、集客、顧客サービス、あなたのビジネスが変わる激薬メソッドと、こういうことがね、帯に書かれています。それで、まあ、私自身もね、ネット関連で、集客を、中小企業の経営者の方向けにですね、情報提供をしてですね、集客をしている関係で、参考に読ませていただいたんですけれども、大変参考になる部分が多い本ですね。で、特に私の場合はですね、純粋にこの人の役に立ちたい、喜んでもらいたいと思いながらメールを書けばいいのですというようなですね、営業メールなどを書くときでも自分を認めてっていうんじゃなくて、相手の役に立ちたいという思いで書くというような、基本的な考え方のお話とかですね、あるいは USP に関する、最後の方に USP に関する記述があって、 USP は作るものということで、これは誰よりも、ビジネスはね、誰よりも強い、約束をする、ことが必要ですということで、この辺りもですね、大変参考にさせていただいております。